はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はアップデート情報が来ましたので、こちらについて語りたいと思います。まあ、語るというより雑談ですね。語るほどのトーク力はありません。ですね、メンテナンスが水曜日から多分木曜日にかけてあると思います。22時ですね。最近多いね、早いね。22時から6時ということですね。はい、なので皆さん、水曜日、明日ですね、明日のスタミナの使い忘れにはご注意ください。で、新要素なんですが、3人でワイワイに部屋を作るという機能が増えました。オートマッチではなく、ダイヤル式というか、部屋番号ですね、部屋番号で作れるようになったんで、この人とやりたいとか、そういうことができるようになります。僕も募集しようかなと思っております。で、連戦もできるようになったみたいですね。で、協力プレイで参加者が全員コンボスキップをオンにした状態でダンジョンに潜入するとコンボスキップになるということなので、これはぜひした方がいいと思いますね。だいぶ周回速度も上がるかと思います。今回一番熱いと思われるのがこちら、新たな覚醒スキルが追加されますということで、回復ドロップを縦1列に揃えて消すと1の追い打ちということでですね、これをね、これイコール列スパじゃダメなんだよね。列は組めないもんね。まあサンドイッチして回復が降ってこればいいんだけど、なかなかそんなことはないと思うんで、まあ列スパでは活かせないんですけども、新しい覚醒が増えましたと。で、このタイミングで来たってことは、僕はモンハンコラボにつくんじゃないのかなとね、思いますね。まあモンハンだったら追い打ちってよりかは置き攻めなんですけどね。ティガとかね、レイヤーとかね、貴族生のあの辺が特に置き攻め代表格ですけど、まあモンハンコラボはね、もうちょっと詳細待ちですかね。多分アップデート終わって木金あたりに性能が出るかと思います。で、この追い打ちのシステムなんですけども、その普通の追い打ちって僕今日ツイートしたんですけど、天聖カグツチで追い打ちをするとルビドラ貫通してダメージ入るんですけど、エキドラだと防御力を貫通できなくてゼロダメージになってしまうんですよね。なのでこれもゼロダメージなんじゃないのかっていう疑惑が、まあ今も出てるっちゃ出てるけど、いろんな方の意見を聞いてるうちに僕もね、これ1ダメージ固定なんじゃないのかなと思い始めました。というのもですね、1ダメージって明確に言ってるんですよね、こっちはね。まあ本当は固定って書いてほしかったんだけど、まあ何倍の追い打ちとかじゃないので、こう1ダメージって言い切ってるから、多分1入ってその根性系のキャラクターだったりタンとか P にさらに1ダメージ与えやすくなったりとかする覚醒なんじゃないのかなということで、仕様にもよるんですけど、かなり優秀な覚醒になるかと思います。これが固定だった場合は、佐護城、家具土あたりね、五右衛門もだね、その辺根性持ち基本的に怖くなくなります。だから、かぐや姫で悪魔バインド受ける必要もなくなるし、家具土の調整も必要ないと。逆にこれが固定じゃなかった場合ね、防御力を無視できずにこう1が0になってしまう場合は、佐護城にしか意味がありません。佐護城は防御力0なんで、あいつにしか意味がないですよね。はい、まあそんな感じですかね。これは詳細待ちです。で、メールはまあまあ、これはまあいいや。こっちですね、パワーアップ、今回スキルとリーダースキルが変わるんですけど、あの新三国神とか、あとはグラビティ系がパワーアップしますね。なのでサクヤだったりハーデスだったりマシンヘラとか、この辺は全員上げ直し。ただヘラドラだけはスキルターンが1から軽くなりますので、こいつは上げ直し不要と。ラスゴとかも上げ直しですね。ゼウドラも上げ直しは必要ありませんが、マシンゼウスとかは上げ直し必要と。ラースオブゴッドクロスも上げ直しですね。こいつも P なんだけどな。で、ヘブンスプラッシュに 25% 減少プラス2ターンの間ドロップ操作時間が2倍がつきます。まあハトホルを主に使ってる方にはいいと思うんですけど、これハトホルをねグラビティとして使ってる場合は結構迷惑だったりしますよね。で、ノルディスのロイヤルグラビティに 30% 回復がついて、ようやくロイヤルっぽくなりました。ただこいつアシストが確かできないんで、あの竜王シリーズでアシストできるのって確か3色だけだったんで、ガイノート、ボルスン、リンシア、あの3体だけだったはずなんで、ゼロオグとこいつは継承できなかったはずなんで、まあ、まだ先かな使うのは。でもどっかで使えそうですね。で、グラビティブレスに1ターンの間敵の防御力が0になる効果がつきますが、こちらもまあどこで使うんやろうなって感じですね。はい。で、加工トンやら、馬長やら、この辺が強化されます。倍率ですね、倍率が 3.5 から4倍に変わりますと。で、指が増えますね。
指2個持ちに変わります。7×6 なんで操作時間が長い方がいいんでしょう。挑戦だけスキブですね。てかスキブがなかったんですね。じゃあ大きいかもね。これスキブがなかったんならなかなか大きな追加ではないでしょうか。はい、あとは一部のモンスタースキル変更でございます。たまにはさ、カオティックコールを変えてほしいんだよね。ロミアのスキル上げしたいんだけどさ、月曜の下回ってもさ、美味しさがないんだよね。それが困るんだよね。で、あと最近思ってんだけど、指針のスキル上げなかなか来ないんですよ。宝玉がね、やめたんだよ。なんかあいつらスキル上げを、転生だからかな。まあ転生だから普通はね、ここに入るはずじゃないからってことなのかもしれませんけど、なんか指針のスキル上げも別で作ってほしいですね。という感じでございましたですね。ブギュコレはまあ関係ないし、ブギュコレどうしようかな。5回ガチャ引いて挑むってやつだけやろうかなと最近考えてますけど。で、あとそうだ、村子さんが新キャラ貼ったんで、そっちも見ておきましょうか。新しいフェスゲンみたいです。共演なるものクトゥグアということで、ニャルコに続きね、クーコまで出てきてしまったとまずね、注目すべきがステータスですよね。ステがかなり高い、回復は控えめですが攻撃と HP 相当高いです。で、スキルが降り立つ狂気、1ターンの間2コンボ加算、2ターンヘイストですね。うん、またまたシバドラがかわいそうなことに。ルドラークシもね、そろそろこれぐらいつけていいんじゃないのって思うんだけど、2コンボ加算じゃなくてもさ、なんかさ、軽い変換でもいいからさ、なんかつけるべきじゃない、あれ重たいさ、地味に。はい、リーダースキル HP50% 以上で5倍、 49% 以下で 2.5 倍、7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃 2.5 倍と。最近追加されたね、あの3体みたいにクトルフ神話らしいリーダースキルですね。こいつは星5ですかね。星6なんで進化して星5かと思われます。で、覚醒がウェイウェイ封印指スキブマルチブーストと、これも似たような感じですね。はい、こちらです。ヨグソトースさん、ヨグソトースさんね、ヨーグルトソースみたいな名前ですけどね。なんか見た目がラードラっぽいよね。ちょっとね、ラードラとディエイトロスが合体したみたいな見た目ですけど。で、こいつも捨てがすごいです。6258の1985っていうね、かなり捨てたす高いと思います。スキルが溢れ出す知識、全ドロップを光と回復に変化。なかなか珍しいよね、なんとかと回復だけっていうのは。これはまあ今でこそ勢いが落ちてきたけど、ミルパとかにもなかなか相性がいいんじゃないかな。最大 HP の 40% HP を回復、バインド4ターン回復と。で、本人バインド耐性ついてますんで、バインド回復薬にも使えますね。で、火力も出せちゃうと。リーダースキルが HP80% 以上で攻撃力6倍、 79% 以下で 2.5 倍、光の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力3倍と。自分のスキルと非常に相性のいいリーダースキルとなっております。覚醒も相変わらずマルチブーストがありますと。このクトルフ神話系はマルチブーストがあって、リーダースキルが HP 系っていうイメージが強いですね。こいつはね、やっぱりサブにもね、リーダーにも、まあリーダーわかんないけど、特にサブとしてね、スキルとして優秀だと思いますので、当たりだと思われます。はい、ということでございました。まあ僕にはあまり関係ない追加情報でございましたけども、これはいつかな、5月入ってから来るのかな、今週末に来るかな、どうかな。後日って言ってたんで、ワンチャン来週、早くて今週末かな。続報を待ちましょう。以上、アップデート情報と新キャラ紹介でございました。バイバイ。